では変わってはお花の情報をお伝えします。フラワーライフのコーナーです。このコーナーはカッキーです。お願いします。はい、今日はですね、キリキさんがご紹介してくださった和菓子の中にもありましたけれども、この時期ならではのアジサイ教わってきました、うん、それではご覧ください。どうぞ。今回ご紹介いただくのはクロスプランツの高野先生です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、本当に青空の下でいいお天気ですけれども、本当に暑いぐらいですけれども先生今回は何を教えてくださるんでしょうか。はい、今回はアジサイをちょっと説明していきたいと思います。アジサイ、はい、このクロスプランツの見本園にもいろんな種類のアジサイが植わっているんですけれども、まあ、その種類のご紹介とアジサイの剪定方法などを説明していければなと思います。おー、アジサイ私も大好きなので楽しみです。勉強したいと思います。まずはアジサイの種類から大きく分けると3種類あるそうです。まずこちらよく見るアジサイだと思うんですけれども、こちらのガクアジサイという仲間になります。全体的に葉っぱも花も大型で、まあ、非常にボリュームが出て大型になるので大きい面積に植えるのだったらおすすめですね。日向でもどん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 大きくなって非常に育てやすいアジサイですね。次の種類なんですけれども、こちらの山アジサイと呼ばれるアジサイになります。先ほどのガクアジサイに比べて全体的に小型で、ちょっと繊細なイメージがあるアジサイですね。可愛らしく育っていくのが特徴というふうになってきます。日向はちょっと苦手なので必ず日陰で栽培するようにしてください。周りにしか花がついてないのをガクアジサイと思ってらっしゃる方が多いと思うんですけれども、実はですね、ガクブチ咲きという、まあ、花の咲き方なんですね。でそのガクブチ咲きに対しまして、こちらの咲き方、手まり咲きという咲き方になります。そうなんです、咲き方の名前だったんです。なのでガクアジサイと山アジサイそれぞれにガクブチ咲きタイプと手まり咲きタイプがあるんです。先生こちらにはまた違った種類のアジサイがありますけれども、はい、こちらのアジサイは園芸アジサイと呼ばれるものですね。園芸アジサイは日本原産のガクアジサイと山アジサイが主に海外で掛け合わされ逆輸入の形で日本に入ってきたものです。西洋アジサイと呼ばれることもあるんですが、元が日本原産のアジサイなので園芸アジサイと呼ぶようになりました。クロスプランツにあった主なものでもご覧の6種類、市場には数えきれないほどの品種があるんだそうです。かわいいですよね。いっぱいある、うん、よくですね、アジサイの葉っぱばっかり茂って花が全く咲かないという話を時々聞くんですけれども、はい、これはもう大概は剪定の間違い、間違った剪定の仕方をしていることが多いので、まあ、必ずアジサイはちょっと剪定の時期と剪定の仕方に注意してやっていただくということが、まあ、綺麗に花を咲かせるコツということになってきます。花が終わってからすぐで遅くともお盆までには剪定を終わらせてもらう。でお盆が過ぎた後はもう一切切らないというのがもう大原則というふうになっていきます。というのも8月下旬から9月にかけて来年花を咲かせるつぼみがつきます。なのでその後に剪定してしまうとつぼみを落としてしまうことになり花が咲きません。また剪定するとつぼみがたくさんできるので花の数が増えるという利点もあるんです。葉っぱの付け根を節と言ったりするんですけれども、大体まあ花の 2,3 節下で切るというのが基本になります。あとは大体ですね、全体的に茎の高さが同じようになるように切ってもらうと来年同じような高さで咲いてくれるので、じゃあこの剪定の時にある程度こう全体の長さとかも揃えておくと、はい、こんもりと綺麗な形で咲くんですね。はい、そういった形になります。もしタイミングを逃してしまったら来年の花を諦めて形を整えるために剪定するか、もしくは花の数、株の形とも今一つになってしまいますがそのままにしておきます。綺麗にたくさんの花を咲かせるコツは適切な剪定、タイミングを逃さないようにしましょう。はい、水やりとか肥料とかに関しては何か注意点はありますか。はい、山アジサイもガクアジサイも水枯れには非常に弱いということになってきます。まあ、特にこれからの時期暑くなってきますので水枯れには注意してもらうという形ですね。続いては剪定して出た枝を利用してアジサイを増やす方法です。
ただし種類によっては増やす際に制限があるものもありますのでご注意ください。まずは挿し根を作ります。元気な枝を選んで作ってください。葉っぱの付け根には必ずこういった芽があります。必ずここの部分は入れないといけないというふうになってきます。まあ、先ほどの節が2節入るような形で枝を切っていきます。2節ですね。なぜ2節かと言いますと、上の方からは芽が、下の方からは根っこが出るので2節必要なんです。まず下の方の葉っぱはもう根元から落としてしまいます。上の方の葉っぱなんですが、大きい葉っぱの場合はしおれやすくなってしまうので、だいたい半分ぐらいの大きさで、はい、全部切っちゃうのはダメなんですか？これ実はですね、葉っぱを大きく残しておけば残すほど後々の成長は良くなるんですよ。ただしどうしても葉っぱから水が蒸発していくのでしおれやすくなってしまうの でちょうどいいところでだいたい半分とか3分の1ぐらいの大きさに切るというような形になっていきます。一番上の部分なんですが、ここの場合は葉っぱがあまり大きくないのでこのままでも大丈夫かなと思います。挿し芽の準備ができたら土に植えていきます。小さめのポットに入れて十分に土を湿らせておいてください。土は新しいものを使うようにしてください。はい。切り口がそのままむき出しになっているので、ここから病気が入って枯れる原因になります。ですので、まあ、清潔な新品の土を使っていただくという形になります。刺し目は吸水しやすいようによく切れるカッターやハサミで切り口をきれいにカットします。土に刺すときは下の節がしっかり土の中に埋まるように刺してください。挿し木した直後というのは根っこがないですから非常に水枯れがしやすいです。必ず日陰に置いてもらう。加えましてこういった霧吹きで水を頻繁にかけてもらう。土を濡らすというよりかは葉っぱを濡らすということで、もうできるだけ回数多く与えた方が成功率が高まります。芽がうーっと伸びてきたらもう根っこも伸びてるんだなというようなサインですので、あとは普通の管理に戻してもらっても大丈夫かなと思います。ただ今度の春まではそのままでいいのかなと、来年の春になったら一回りか二回り大きい鉢に植えておいてもらうと、その鉢に応じて大きくなっていきます。その後にお庭に植えるんであればお庭に植えるというような形になってくるのかなと思います。さあ、こちらは挿し芽して1年ほど経った山アジサイなんですが、こんな楽しみ方もできるんです。盆栽ですね。こうした活用は小型の山アジサイが向いているそうです。大きなお庭とか、まあ、置く場所がなくて大きく育てられないという方でも、はい、室内でも気軽にアジサイ楽しむことができますね。はい、明るい室内に置いてもらえれば十分、もう毎年毎年花を咲かせられるような状態になりますので、ぜひお楽しみいただければなと思います。こんな楽しみ方もあるなんて、はい、目から鱗でした。今日はアジサイの種類や管理方法、はい、本当にたくさんのこと勉強になりました。ありがとうございました。本当アジサイはですね、栽培も簡単ですし、本当にもう最近は色とりどりの美しい花が出てますので、ぜひご家庭で楽しんでもらえたらなと思います。いや本当にもう種類の多さにもびっくりでしたけれどもね、はい、増やして楽しむ、育てて楽しむっていうね楽しみ方もありますので、ぜひ皆さんご家庭でアジサイ楽しんでいただきたいと思います。はい、先生本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか、アジサイ。いいタイミング、ちょうど知りたかった、ね、本当ですか？いろいろ知りたかった。すっきりしました。モクモクしてね、どうしようもない感じになったりするから。でもよくほらアジサイの庭園っていうか、アジサイがいっぱい有名なところとか行くと、はい、すごいお花がいっぱいでもっこり咲いてるの、はい、あれはやっぱり剪定をうまくするとあんな感じで咲かせることができる。お盆から切ったらいかんって。そうだね。で実際の時剪定した株は、まあ、ちょっとところによってお花が傷んでるぐらいで、まだちょっとお花は見れるかなっていう状態だったんですけど、先生あの後全部剪定しちゃったんですよ。バッサバッサで、ね、でもお花がに栄養がやっぱり取られるので、ちょっと傷んできたなと思ったらもうなるべく早く切っちゃった方が来年の花に栄養がいくっていうことです。だからもう切っちゃった後はそのまだ綺麗なやつはお部屋に飾ったりとか、そういう活用をすれば、まあ早いうちに割と切っちゃっても大丈夫かなっていうのが。種類も結構ありますね。そうやって可愛いな。つぼみもできるの早いですね。ねえ、あっという間。
まで、ねねね、本当にねいろんな種類がありますけれども、うん、あの園芸アジサイ本当にあの数えきれないぐらいの品種が、ねうんうん、あるということなので、うん、皆さんも、ね、お気に入りの一鉢を見つけてまた楽しんで、ね、いただけたらと思いますけれども、はいうんはい、以上フラワーライフのコーナーでした。はい、フラワーライフのコーナーはガッキーでした。では CM の後はワイワイタイム。ワイワイ、おっ、